少なない投資金額でで大きき利益が期待できるレバレッジ型ファンドが大人気でですたたった1年で資産が2倍3倍3になることも珍しくありませんレレバレッジ型ファンド人気の高まりを受けて金融庁がこんなレポートを公表しました僕の語学力で翻訳するとこれ長期投資のためのファンドじゃないで初心者の人たち中身を全然分かってないで投資してるやろ気をつけんといつか大やけどするでそもそもレバレッジ型 ETF はベースになる指標の何倍になるように運用しますっていうそういう ETF なんですねでも必ず何倍の動きになるこれは大きな勘違いです なぜなら、レバレッジ型ファンドっていうのは、1日の値動きが何倍になるってことを目指しているのであって、中長期的に何倍になることを目指しているわけではありません。何倍になるのはその日1日だけの話で、2日以上持つとどんどんずれていくんですね。長期取引に向いている。これも勘違いです。理由は長期の経済停滞や大きな下げが連続で来ると大きく財産を毀損すること。 レバレッジ型 ETF の仕組みや理解が怪しい人、リスク許容度が必ずしも高くない人、こういう人にとっては危険なツールです。とはいえです、リスクを取らないと資産が増えないのも事実なんですね。しっかり学んで、投資商品の仕組みを理解し、自分にあった押した象を選ぼう。